はい、毎度大きにね、カッツです。今回はね、大槌町のマストの屋上の駐車場からスタートね。こっから見えるね、紅葉もなかなかいいんじゃね。ということでね、なんつこともねえんだけど、ただ撮ってみっかなっていう動画ですね。仙人はね、撮ったしね、で笛吹き撮った時に散々逆光っていう思いもあったっけね。午前中だずど巡航を巡航でこうトンニーがな、今回はね釜石に行ってみっかなと思うんだよね。それでまあ巡航で撮れる時間帯なんでねえかなと思ってね、せっかくだけ試しにどんなもんだかなと思って撮ってみっかな。で設定はね、相変わらずの全部ディフォルトで、でいつものようにこうカメラはねちょっと下向きにして、撮ってみっかな。あんまりこう不自然ではなかったもんねっていう感じなんだと、もういきなり逆光だな。太陽の位置が低いもんね、この時期はね。だけしょうがねえっちゃしょうがねえんだと思う。まあどんなもんだか撮ってみっかなっていうとこかな。結構ね、象牙山が多い地域だっけね、紅葉っちゃどこも紅葉なんだよね。西に行くけ、西に向かって走んのかなっていうイメージだったんだけども、真南に向かってんだね。意外とね、ナビのこうコンパス見ればね、今だいたい真南だもんね、これでね。だけ逆光気味なんだな、ちょっとな。やっぱりあれだね、こう青っぽく霞んでるような空気だがね、東部の山がね、今頃も霞んでんだんだね。あんまり気ぃつけなかったけど、春先っつがね、黄砂が来たりすると霞んで見えんだけど、案外いろいろいろんなことにこう気ぃつけてねえもんなんだな。ただずらっとこう見でっけね、あれだったけど、らしいね。なんだっけ、笛吹きに行く時はこっからスタートしてんだと思うね。この大浜渡り橋は宇野住まいなのか片岸なのかね。この例えば橋境にして千曲川でとすれば、この橋はどっちなんだかね、どっちの地区に入んだかね。こういう自転車の人が危ないんだよな、急にベロッと出てきたりですね。もろに逆光だな。
震災でここらも新しくこう造成し直した土地なんだどもね、間がねこう庭つが家の前がこう広く作らさってんがね、どれぐらいの坪数で割り当たったんだべね。前の持ってだったつが津波前の震災前の坪数から聞いてんのかな、一律にここの区画は何坪だよっていうわけが出したんだべがね、よくわかんねんだどもね。個人の家で持ち家でこう建ててる家どはこう家の前に庭があったり植え込みがあったりね、庭が作ってあったりしてるとこが多いがね、銅弾が多いんじゃないかな、ここら銅弾つつじだけこうアギっぽいっつうかね、この右側の家もそうだもんね、季節を感じる色があんがね。ルノス前に通ってきて、恋の峠ね、恋の峠もね、まあ恋の峠もつかここらは杉山なんだけどもね、杉山にこう雑木がところどころ混ざってるっていう感じだな。で恋の峠のこの右側の歩道の植え込みはね、道断ツツジが真っ赤っかなんだよね。剪定もすねで放任でつけてる木のようだっけよね、あんまりこう整えさってねえけ、いろいろまちまちだどもね。これの峠下っていくとね、象木山に入っていくわけ。ちょっとこう逆光にこう肉眼で見ればね、逆光にこう照らされてこう日陰から光ってる葉っぱがあったりして、こう肉眼では綺麗なんだども、カメラで見れば真っ黒だべすね、多分ね。で両石のヘアピンね、で鉄橋の向こうがこう立った山に象木山がこう象木山がこうあってね、なかなかいいんだけどもね、逆光だもんね。まあ、ずっとこの潤す前の道路のかさ上げとかでずっと撮ってただけ逆光だっていうのは分かってるはずだったと思うけどね、やっぱりやってしまうんだな。両石湾ね、時期によってはこう海がキラキラと光るんだろうね、今日は時間帯なんだが無理なんだかが悪くて、なんぼが光ってやかな、そこらはどこだべ、ネバマのあたりかな、ネバマでねえや、なんだ、なんだっけ、恋の峠だっけ、愛の浜か、そこらがね。トンネルを抜けて釜石北インターのとこはね、ここらは湖っていう地区かな、確かインターもここはなんだっけ、釜石湖インターだったかね。湖ったってね、三水にの湖っていう湖じゃなくて、ここの湖はね、水ね、水に海、ウォーターにシーだねっていう、かぐ湖っていうね、本当の水の海という、山水の高度紛らわしいどもね。ここのいいね、ここらの紅葉もね、なんだっけ、ここのトンネル
富谷坂トンネルの手前ね、ここもこう山が立ってで紅葉が迫ってくる感じでいいよね、ここらはね、なかなかだ。あ、ため知り合いだな、次トンネル抜ければ釜石市内でしょ。釜石市内で試しにカメラをね上に向ければどうなるかっていうのを撮ってみっか、試しにね、どんなもんだか。さあ、富谷坂トンネル抜けてね、釜石市内に入ってきたんだけども、なおぞずってってね、すぐできる市役所の道路の工事中でね、各副工事団、ここがね曲がる車線ができたんじゃないかな。つけてる台をね、角度の調整をね2ノッチだったかな、3ノッチぐらいこう上に向けて、だいぶこう水平線の位置が下側になってると思うんだよね。で、まあ、上が勝ってるっていうか空が勝ってるっていう構図なんだろうね。画面の中心から四隅に向かってこう広く映るんだけどもね、それで水平線の位置がこう下側にずれていくとね、その要するに水平線の位置から四隅に向かって広がっていくわけでしょ。そうするとね、上側の空側上側の方がこう余計広くなっけね、こうなんつうの、魚眼レンズみたいな、魚眼ではねえけど、そういうイメージでこう広がるんだもんね。だけこう特徴的なこう印象的な映像にはなかったけどね、この状態つがこの調子で峠道つが山道橋つのね、木がこう覆いかぶさってくるような感じにうずけね、酔うような感じがするんだよね。で、四隅に向かってなんて言ったら広く撮る率っていうかな、そういうのがこう上と下で、水平線の上と下でこうずれてるでしょ、要するにね、だけこう不自然な感じに映んでねえかな。映像効果的にね、広々撮るっていう場面だったらいいんだことだけど、まあね、市内走るのにはこういうのもありっちゃありだがね、面白い映像だかもしれないよね。周りが広い、例えば北海道みたいなとこを走る時はこういう構図も面白くていいんじゃないかな、広々見えてね。だどもね、まあそんな感じかな。ぐっとこう広がって見えんがね、なんとなくね。最も知れ映像なかもしれないけどもね、こう意外とも極端に不自然すぎるのもあんまりこういただけねえかなっていうね。
れぐらいこう上下をずらしてこう印象的に身手にうずすずとこうあれだよね、すれ違う車もかなり歪んで見えんでねえかな、すれ違いざまはね。遠くの方に見えてる字はあんまりそうでもねえこったけど、今この交通整理のところの軽トラックなんかは歪んで見えんでね。それも面白い効果としてはね、あっこだけど、これがねマニュアルでねえや M だったら見とるレンジだったらこんなにこう歪んでも見えねえんでねえかな。効果を見れにして使うための映像効果狙ったような感じの撮りが出す時はこれが面白いかもしれないね。試しに M にしてみっか、ちょっと止めてね。M ね、 M だとこんな感じ、さっきよりこう歪みはすぐね感じかな。こう広々したとこで歪みのすぐね映像でこう撮るっていうような時は M の方がこう歪あんまり歪んでなくていいかなね。で一番狭い N っていうのがあるんだけどね、N だとねこうデジタルズームしたみたいな感じでこう狭くなるっけね、映像が荒くなるような気がするんだよね。それであんまりこうこういう時はあんまり使わない方がいいかな。ピントがボケたみたいなんだっけもね、なんか修理に出した後ね、あの右半分がピンボケなんだっけ、ちょっとそれ N にして狭くして撮るとね、そのピンボケみたいなのがこう強調されるっつうか増幅されるっつうか、そんな感じでボケでうずっけね、あんまり使いたくねえかな。まあそんなこんな喋ってるうちにゴールだがね、つうことで午前中っつうかゴールはねこんな感じで終わりね。じゃあねー、まったねー。さ、袋はね今度逆に極端に下向きにカメラを振ってっていうか角度をつけてね、そうすればどうなるかということだよね。画角はねワイドレンジにして撮ってんだけど、思いっきりダッシュボードが入ってるっていう、これだと上下に黒い帯ね、シネマモードの黒い帯入れてダッシュボードを隠すかなっていうこともできんだけど、今度下だけ隠せればいいんだけどね、上も隠せばこう空がめちゃめちゃすぐなくなるっつうか、道路を映すような画角でしょね。でこう水平線がね、なんつうんだべ、への字に曲がった感じに映るんでねえかな、映ってんでねえかな、上に向けた映像とは逆のパターンだよね。
これで市内を走ればどうなるかというね、やってみっか。長妻の交差点ね、ここはね、今目の前が国道なんだと思う。こっちにトラックが入ってくる時あるんだよね。4トンのロングドが入ってくる時があっけね。まあ入れる理屈になってんだけどね、こうちょっとこう停止線からなんぼかな3メーターぐらい離れでね止まってるのがねコツというかね、あの上手な運転手さんだけならいいんだけど、そうでね運転手さんもたまにいるっていう噂だっけね。こう自己防衛的に停止線から3、4メーターぐらい離れて止まってるっていうねそういう作戦もありっちゃありかな。まあ、コツといえばコツだよね。目の前の紅葉が映ってんだべかな、映ってねえかな。袋はね、さあのだから巡航側の光で撮れるわけでしょ。それでどういう風に映ってんかね。逆光だぞ、やっぱりやだね。こう紅葉の微妙な色合いは渦んねかっけもね、暗くなってね。画角的に気になんねといえば気になんねえような気はすっけど、気にすれば気になんがね、ちょっとね。よくあるっていうか、あの WRC のラリー車のオンボード映像みたいな、ロールバーにつけてもう車内を撮ってるっていうのによくこういう画角は案がね、あのドライバーの、高ドライバーの肩越しに撮るっていう、あの結構下向きにのアングルで撮ってるっていう時はこんなアングルで撮らさった時案がね。石野駅前もこうガーデニングみたいにね花が植えさっててね、ここらはセンスの問題だなね、花屋さんね桜の木が1本2本あんだどもね、これも1本か、これもど根性桜でね、確か津波かぶってもこう生きれるっていうね、確かかぶったんじゃねえかな。鉄橋を見てね、滑車側にかぶる鉄橋を見て市内に入る。裏側はねこんな感じになって
今日はちょっと一箇所夜どこがあっけね、ちょっとだけあの寄り道をしていくかな。これ見て出てけんねえかな。ここらの人は見ねえで出てくるからな。イオンのとこね。ちょっとだけね、駐車場に車を置いて。定期券をお持ちの方は駐車券をお取りください。場内の案内表示に従って駐車券を入れてください。駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございました。またのご利用をお待ちください。さあ、用足しも終わってね、今度は同じ角度なんだけど画角をね M にして撮ってみればこんな感じ。さっきよりはまあまあ見やすいのかなね。どうだべね。ここの真ん中の公園は青葉通りね。このまま青葉通り行ってみっか。青葉通りへね、まっすぐ登って打つと今度お寺なんだよね。お寺なんだっけ、何、なんつお寺だっけ、それこそ子供たちがちっちゃい時はね、あの宵さに参加した時にこのお寺が基地で、ここにチームでね陣取りをしてね、あの準備しちゃったんだよね。なんだっけ、夏お寺だっけ、忘れたな。裏側に来ればこうなっててね、こっちはあんまり変わんねえような気がするけど、実はこう結構ね、家並みっつうか、家並みは変わんねえんだけど、家が震災後ね、新しく建て直さったりしてとこがここらは多いよね。新生区域だっけね。昔ここに喫茶店があったよね、この右側の駐車場のところにね、あの三角屋根のなんだっけ、早稲田な、小川、喫茶小川だったかな、なんだっけ、早稲田な。感じでね、道路を映すっていう感じのアングルで撮ればね、こんな感じになるんだっけ。それで、今 M ね、ミドルレンジで価格を設定してんだけども、案外こう歪みが少なくてね、自然な感じのアングルなんじゃないかな。でこの下向きに映す、角度つけてっけね、ボンネットに映るリフレクションもね、まあまあいい感じに見えんじゃねえかな。あ、そう、夜だったらこれがいいのかな。リフレクションも映ってる方がね、なんとなくこうね、いい感じがするんじゃねえかな。でも今回はね、紅葉を映しましょうと思って来てる時はこれだとちょっと下すぎっけね。やっぱり水平線の位置を真ん中ぐらいにした方がいいようだがね、なんとなくね。まあ今回はこう順光だし、やっぱり真ん中に戻すがね、ちょっとね。今度はね、取り付けの角度をね、ワンノッチ上げで、だいたい水平ぐらいの位置
ってねえかな。で画角をねワイドにして、ボンネットの映り込みね、リフレクションもこうと入るようににしてみたんだと思う。どうだかね、巡航だったらこれでいいかな。こんな感じでどうだべね、試しにワンノッチ上げてみるか。そうすればあの山の中走るっていう時に良いそうだっていう話したでしょさっきね。それで恋の峠のヘアピンのとこ、あそこがどんな風に映っかっていうね、結構ギュッとこう回ってく道路だけね、ヘアピンカーブみたいに急勾配の急角度で曲がってくとこだけ、そういう風な感じがすっかもしれないがね。上に向けてね、空メインで撮るっていう画角じゃねえや、アングルなんだと思うね。どうだべね、ワイドにしてっけ、ボンネットはちょっとだけ入ってっけど、結構こう広がって歪んで見えるっていう感じのアングルだよね。もう少し行くとね、両石のヘアピンなんだよね。そこでどういう風に見えっかね。紅葉はやっぱり巡航だけこう綺麗に映ってんじゃねえかな。鉄橋とかくぐりながらこうヘアピン曲がってくっけね。こう映像的には面白いかもしれないけど、動画用意するような感じで映んでねえかな。さあどうだ、右のヘアピン抜けて今度左にカーブ曲がってくんだとこね。どうだべね、ずっとこういうぐにゃぐにゃのカーブの多い道路でこのアングルで見せられてるとやっぱり酔うかもしんねえがね。面白い映像っちゃ面白い映像だかもしんねえけどね。水平に戻した方がいいがね。戻すでね。これぐらいかな。やっぱりね。Thank you.
住まいの山を見ればね、まあここから見える山は松山がち杉山がちょっとあんだけど、その杉間杉間に雑木があってね、雑木があって、まあ、紅葉してるっちゃ紅葉してんだけどね、あんまり発色しねえ、やっぱりね、笛吹きだ千人みでには発色しなくて、こうくすんだ紅葉っていう感じの色はいいだがね、あんまり見栄えのねっていうか、見栄えっつうのも変だけどね、そんな感じだがね。ということでね、大浜渡り橋に帰ってきて、まあいつものコースを一周してきたっていう感じの動画になったんだろうね。いろいろカメラのアングルを変えたり、画角の設定を変えたりっていろいろこう撮ってみたんだろうね。どうだったかね。今変でなかった？ここら辺どうなった？ね。今のとこちょっとチェックだな。何が今変だったよね。今の白い系ね。まあそんな感じでね、ちょっとだけ撮ってみたっていう動画でした。まだね、いろいろこう思いついたらね、もう一回撮ってみっかなね。今回はここまでにします。じゃあね、またね。